太平洋島諸国はかけがえのない友人であります私はそういう思いを持って今回の島サミットに臨みました日本が主導し3年に1度開催している太平洋島サミット6回目となる今回の開催地は沖縄県名護市でした参加した国は沖縄からさらにずっと南に位置する 世界で最も早く日付が変わる国キリバス人口およそ1500人ニューエなど主に赤道周辺に位置する17の国と地域今回初めて太平洋の東側からアメリカも参加しました。海盤や太平ののと通じまして、帰国との友好関係をさらに増加 サミットに先立って総理はサミットに参加するため来日した島し国すべての首脳と個別に会談日本と各国との一層の関係強化を確認しましたそして迎えたサミット初日まず行われたのは野田総理主催の晩餐会です明日このののの美しい名護の地で今回のサミットの成功と 我々の友好のさらなる発展を記念し杯をあげたいと思います乾杯<ー>その翌日に行われた首脳会議では議論の成果として沖縄絆宣言を採択今後3年間で取り組んでいく協力の5本柱を策定しましたまず一つ目の柱は防災協力 太平洋島初国もまた自然災害に脆弱であります私からは日本日本の経験を共有しつつ太平洋災害早期警報システムの整備といったイニシアチブを表明し各国首脳から高い評価をいただきましたさらに総理は自然災害に備えて 今年11月から世界銀行と協力した保険制度を創設する構想についても言及しました日本と太平洋島初国との共有すべき点は災害だけではありません今回のサミットでは初めて独立した議題として海洋問題を取り上げさせていただきましたその海洋について総理から太平洋を共有する海洋国家同士漁業 環境保護などの分野で協力していきたい旨を発言共同宣言では海洋の分野での協力を確認し海洋秩序に関する基本文書である国連海洋法条約の重要性を強調しましたその他協力を進めていく分野は気候変動や持続可能な開発など多岐にわたります ただ、ency, the Prime Minister before. こうした取り組みを通じ、私は太平洋における絆を強化をしていきたいと考えております。そして、シバサミット3カ国とともに、この地域の平和と繁栄に貢献をしてまいります。